田代雄一は日本の元オートレース選手。千葉県出身。15期、伊勢崎オートレース場所属。現役引退後は高崎に、たこ焼きバー、たこ一を開店伊勢崎オートレース場や川口オートレース場で出張販売することがある。田代雄一は1980年代半ばから一躍全国区に踊り出た選手である。1977年。 父の後を追ってデビュー。当初は川口に配属されたが、間もなく新設された伊勢崎オートレース場へ転属となった。1982年の第14回日本選手権、オートレースに富士の短期等で特別初出場を果たしたものの、その時は初日の思想時に落ち車してしまった。翌1983年の第15回日本選手権、 オートレースにはトライアンフに乗り換えて出場。当時準決勝戦は、第9、第10、第11レースの3個レースしか行われておらず、優勝戦へ勝ち上がれるのは、準決勝での1、2着の選手と3着の選手の、内競争タイム上位の2名であった。この準決勝戦で3着となった田代は、同じく準決勝戦で3着だった飯塚昌光とのタイム差、 それもコンマ数秒の差で敗れ、優勝戦への進出を逃してしまった。その後、記念レースをいくつも制覇した、田代だったが、特別レースイコール日本選手権、オートレースはなお高い壁として存在していた。しかし、1988年3月15日、新設された、特別競争の全日本選抜オートレースで優勝を、飾り、流れをつかんだ。当人曰く、 乗り手としては1982年、83年の頃の方が上だったと思うとのことだが、この優勝で月が変わったとも言っている。そして、1988年11月3日、飯塚オートレース場で開催された第20回日本選手権、オートレース、歴代の優勝選手場でもトップクラスの首都の果てに、田代は念願の選手権初制覇を成し遂げたのである。 この大会では、飯塚将高の選手権3連覇がかかっていた。そしてもう一つ、浜松オートレース場のエースであった、鈴木達美が新開発されて間もないニュー富士に起党で参戦していた点でも注目が集まっていたが、彼らを相手に、田代は見事勝利を収めた。一着の田代と二着の飯塚の競争タイムは同タイムであった。 伊勢崎オートレース上所属の選手が日本選手権オートレースを制覇したのはこれが初であった。かつて山本正次、土田和夫といったベテランがこのタイトルに挑み、ご一歩のところで逃していた。田代の最大の持ち味は何と言ってもその果敢な攻めにある。第20回日本選手権オートレースの際には、 直線での速力が、ニューフジに比べて劣っているトライアンフに乗っていたにも、かかわらず、鈴木達美を直線でさばいた。その後、10周回 1C から 2C にかけて、飯塚昇降に裁かれたが、立ち上がりで差し返すなど、その強烈な裁きを見せた。しかし、こうしたアグレッシブな攻めは常に成功するわけではなく、無論、反則、妨害も何度も犯してしまっている。 反則には至らなかったものの、第22回日本選手権の優勝戦では、トップスタートから独走状態の片平匠に対して、最終3から4コーナーにかけて、もはや無謀とさえ言える強引な切り込みを観光していた。また、第24回日本選手権の優勝戦では、最終周回の直線から 1C にかけて、 先頭を走る島田信弘とそれを追う岩田幸男の内に突っ込みにしゃがりを観光したが、途中でバランスを崩し、岩田を大圧、結果失格となってしまった。そして、第13回オールスターオートレースの優勝戦では、終始先頭をひた走り一着でゴールしたものの、一周回一 C、二 C での反則妨害によって、失格となってしまう。史上初の一着失格、それは、 複数選手への競争妨害によるものであった。前代未聞の SG 一着入選での失格の裁定には非常に時間がかかり、TV 中継中には審議の結果が出ないというほどであった。その後、スーパースター大座決定戦も制覇した田代は選手としてのピークを迎えていた。しかし、富士末期には大きく、調子を落とした時期もあり、地元エースの座を転落するなど、 それまで見せたことのない衰えを見せ始める。さらに、新エンジン、セアの導入が、その後のタシロに大きな影響を与えることとなった。セアの導入当初、タシロはそれ以前の富士の頃の校長を維持していたかに見えた。しかし、その校長がアダとなった。タシロの最大の持ち味である強引な突っ込みがしにくい、セアはタシロ向きではなかったのである。 生地好調であったがゆえに、その点に気づくのが遅れてしまった。そして、瀬谷の売り返当初は、不審が続いていた、同期の岩田幸男が、徐々に、副長の兆しを見せていくのに対して、田代は徐々に不審にあやぐこととなってしまった。もう一つが、自分のことを、兄としっていた、中村正信の巡職である。彼の殉職以降、田代は目に見えて調子を崩していた。 それまで、勝つためならどんなに危険な走りも厭わなかった田代が、走ることに恐怖を感じるようになってしまったのである。しかし、この恐怖は一時的なものに過ぎなかった。やがてその恐れを自ら拭い去った田代は、徐々に復調の兆しを見せていった。しかし、時を同じくして、伊勢崎では高橋三が台頭。これにより田代の存在は一部の熱狂的ファンを除いて、 完全に霞んでしまった。現在、伊勢崎オートレース場と飯塚オートレース場の所属選手の一部は落ち車時にケイツイを保護する特殊なエアバッグを装備している。この開発にあたっては、田代の協力が大きかったとされる。当初から田代に依頼をしていたそうだが、田代自身はあまり乗り気ではなかった。しかし、上述した中村正信の殉職がきっかけとなり、 この開発に協力した。現在このエアバッグは徐々にではあるが、選手間で広がりつつある。伊勢崎での一般開催で、優勝戦へ駒を進めた田代は準決勝戦後のインタビューで、今節は、あれがいないから、鬼の犬間の選択ですよ。と答えたことがあった。ありがとうございます。